クルメイト。今日トの字の門番やってみっか。ナイトメア、高田、先端、オーラフ、ピカクロス。ピカクロス、ナイトメアが行ったからオッケー。先端、高田、オラフ、全員折れた。ピカクロス、戻った。先端。二人？え、まさかのダブルキル？ダブルキル。ダブルとか。あ、サントスです。リアクターの前で黒ですかね。リアクターの前で黒。あ、リアクターの、ごめんなさい、リアクターの覚えゲーの前。覚えゲーの前。え、じゃあサントスさん、あれ、僕の前ってことか。多分。あ、で、アメネコさんが、はい、そう、私の後ろにいるんで、アメネコさんがやってないのは確認できます。たセルフ、あるのかこれ。エレクトリカルにいたのが、ナイトメア、オラフさんと、センターさん、はい、あと、高田さん。僕行ってます。あ、高田さん、え、センターさん、痛くないですかエレクトリカル。あ、エレクトリカル、ごめん、リアクターだと思ってた。はい、エレクトリカル行ってた。ごめんなさい、ごめんなさい。で、気になったのが、僕、給油の、ストレスの、給油のタスクの位置にいたときに、停電になって、ただそのタスクをやってる最中にピカさんが左側に抜けて行ったのを見ていて、ピカさんが直すのかなって思ったんだけど。上に戻ってる、ストレージの上の方の配線タスクやってる、私は。あ、ちなみに、逆走してた、ピカクロス。あ、僕、初手、魚が右行ってるの見てるんですよ。うん。右行ってる人を洗いたいんですけど、見た人いますか、右で。僕、結局右には行ってないので。初動は洗いますか？いないのか？そうですね。はい。アドミン。はい、アドミン行きました。僕とサントスさんカフェ右上ですよね。そうですね。はい。ナイトメアストレージ上からのストレージ左下です。俺どこのタスクやったっけな？ストレージの給油やってエレクトリカルに入った記憶あるけど、その前どこ？あ、アドミンいましたよ。アドミン入ってます。アドミンいた。高田さんアドミン入ってます。アドミンらしい。アドミン組は多分全員無理だと思いますね。誰だ？僕が多分一番分かってるんですけど。あ、竹を、トの字に立ってたの覚えてる。立ってましたね。トの字に立ってて、エレクトリカル方面に、多分ストレージ下向かってったのが、ナイトミアさんとピカクロスくんで、うん、で、先端高田、オラフはアドミン入って、停電あたりで下に向かいました。エレクトリカルに入った人は何人だと?4人。ない。4人です。4か。誰だ入れてるの？俺だよ、アメリカさんとしたらもうこんなの。なんか、そんな気がするね。ありそう。でも、割とそうだ。時間的にはね。ちょっとこれ。オッケー、俺押す。任せい。うん。うん。ですよね。だって、僕、ピカクロスさんがメッドベイ行って、ベントで逆走したのかなと思ったけど、初動見てるんだったらそれもないし。うん。はい。ピカクロス君は戻ってきてアドミン入りました。うん。うん、あ、じゃあもうなおさら。エレクトリカル組もできないと思う。できないから。けどな。カーブ。ってなってくると、開幕、右上の方に行ったっていうアメネコさんとサントスさんのどちらかが魚さんをやってってパターンなんかなって気はするけどね、やっぱ。てか、いや、アメネコさんじゃない。だって右に行った人が一人もいないのに、右に行った人を、そう洗い方がまずおかしいし。わかる。うん、でも僕目線、魚が右に行ってるのは見てるんですよ。なんかそれが誰も行ってないってこと？アドミンって結局全員出て行ったんですけど、一応まあ、アドミンからベントで飛んでナビゲーションあたりで過ごせるとかも考えたけど。まあね、ケンシが聞きたいんだけど、何が不自然？いや、なんか魚が本当に右行ったのかなっていうのが。ああ、そこ？本当、でも逆に右行った人がいて見てなかった。右行った人がいて見てなかったら怪しくないじゃない？逆にそれ。ちょっと待ってね。エレクトリカル組が右行って切るって結構無理だと思う。だってみんなアドミンから経由してエレクトリカル行ってるから、無理だ。ウェポン側に行ってるし。あってカフェぐらいだと思う。そうそう、あってカフェぐらいだと思うから。確かに。だから、なんか変だなと思ってた。で、かつ多分、僕だけがエレクトリカル組の中で浮いてて、多分3人ほぼ同時に動いてますよね、その。うん、ナイトメアが一番先にたどり着いた。開けた時にオラフ君は見えた。
かな。センターさん奥のタスクにいましたよ。うん、僕し、あのピカクロさんが逆走したか奥下あるかなと思って先に見た。ケンシーさ、この議論を聞いてもさ、僕とサントスさんが議論邪魔されてると感じない？あんまり。だってまあ最悪でもどっちかにはいるんじゃない？あ、だから僕があるのはそのサントスさんがさっきセルフしたっていうのは僕目線ワンチャンあるよ、距離離れてたから。私、魚さんの話は分かんないけれども、さっき言ったように私が見つけた麺屋さんの死体については後ろにアメリコさんがいるから、そっちの殺害についてはできないってことが私から言えること。なるほどね。魚さんのやつは分からん。あら、おー、おー、おー、サントスさんすごいあれやね、すごい割れ方が面白い。うん、じゃないですか。これは俺はお好き満々ですけどね。アメリコさんまで落としますよ。アメリコさんまで落としますよ。僕は。ほい。はい。うん、ちなみにアメネコに喋りかけられたからサントスから投票しました。私は。あ、ありがたい。ただそれだけの理由で別に疑いは変わってない。アメネコさん目線の容疑者候補を洗った方がいいとは思います、うん、確かに。と一応言うけど、さっきからそれを洗おうとしてたのに白証明できてるはずで疑われてる人たちが喋らせてもらえず、白証明してるっぽい人たちがすごい喋ってた、議論に聞こえたから、この中にその潰してる中に色いるように見えないって剣士に一応問いかけてた。はい、うん、でもまあ一応言っとくけど、でも3人が白証明してるから、いや結構アドミンエレクトリカル組無理だと思っちゃうけど、どこに、あの強いて、あの一番多分ナイトミアさんもちらって言ってたんですけど、あるとしたらベントだと思うんですよ、アドミンの。だから、あの例えばアドミンから出てない人が いないのかどうかとか、ないしは竹雄ぐらい、竹雄さんぐらいじゃないですか、トの字にいた、うん、3人もほぼ同時に行ってるはず、はい、アドミンから。あと一番洗ってほしいのは、エレクトリカルとかに入ったわけじゃん、はい、うん、一番先頭にいる人とか2番目に先頭にいる人には無理だと思うので、その人をまず教えてほしい。いやでも魚ナイトメア、先端、うんうん、オラフタからの順で入って、出た順は多分僕が先かな。そうね、ナイトメア、先端、魚ナイトメアの順で出てって、オラフと高田は多分残ったかな、エレクトリカルに残りましたね、うん、まあちょっと武雄さんの白証明ってわけじゃないんだけど、私、うんうん、あのなったタイミングがアドミンのワイヤータスクが終わった瞬間だったのね、確か。うんうん、ストレージ、アドミンの順番でワイヤータスクをこなして、それを竹雄さんが見てるって考えると、ベントで戻ってくる余裕の時間なかったんちゃうかなってのはちょっと思ったぐらい。僕は一歩も動いてません。トの字から？トの字から。あの確認ができないはずなんだよ、ベント入ってたらっていう気はする。これピカ君と竹雄さんのうちのどっちかを落としたいかなと思うけど。で終わんなかった時の方が問題な。いや、そう、それね。うん。うん、そうね。あの、問題にならないって大丈夫じゃん。早いんだよ。いや、早いんだよ。アメリコさん、すいません。いや最初、僕がめっちゃ雑キル入れたんで、もう、僕が悪いっす。いや、ごめんなさい。あれに対してどう合わせるかが悩んだんですけど、多分、あの普通に私キルしないで1日目終えた方が良かったですね。あ、まあそれでも良かったと思いますけど、あれまあまあ運が悪かっただけだと思うんで、別にしょうがないです。固まってたからな。いや、そう、クルーがめっちゃ固まっちゃったから。いや、でも坂野さん見てるの、俺の死体目の前で見てるのにサントスさんの目の前で殺すからと思ったら、そこに色だったわけね。そう、なるほどな。じゃない限りさすがにやんないです。申し訳ないけど、なんかそれしか考えられない。見ないでしょ。一団結してた。逆理論まで考えてきたわ。見たらとか思ったけど。そんなこんな分かりやすい理論あるかと思って。逆になんか分かんなくなっちゃった。うん。竹雄さんも一応考えたけど、でも竹雄さんも私目線無理だよなと思いながら。
エレクトリカル組は絶対無理でしたもんね。無理やったあれ。議論が進むにつれてやばいなって思ったもんだって。なんかあれなんかどんどんお互い見てるなぁと思って。で2試合目を巻いてしまいましたね。すいません。確かノータスクでフィニッシュだった。セリフを追うタイミングがあまりにも早すぎたから。あ確かに。なんか他の可能性全くあってないのに、なんか多分。殺したことを知ってるんだろうなっていう感じだったから。なるほどな。右に見えたかな。それちょっとやめて、僕多分クルーでもすぐセルフは考えちゃうから最初。ああまあまあこれ薄いです。一旦外してくれ。うんオッケー。薄いですかなり。いやーでもすげえ剣士一票僕に入れてたでしょ最初から。えだってもうそこしかなくねえと。いやクルー本当にねインポスターは分かんないと思うけど、許せねえよマジで。アドミンからエレクトリカルまでほとんどみんな固まってたから、全員いたから。浮いてるの2人しかいなかったし。いやだから、うん、やったとしても1人だけなんですよね、やらなきゃいけないのは。だからそこはちょっと、ま、私の配慮不足っていうか、マジで全員それはだってあのどうなるかなんて見えてないのがしょうがない。しょうがないです。いろんなパターンを試して、そう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 、大事大事。そうっすよ、僕なんて弁当ゲーかましないですかね。弁当ゲーにもらってない弁当ゲー。まあ次一緒に引いたらその時は勝ちましょう。サントスそうっすね、失礼しました。はい、次行きましょう。次行こう。